まあな、モナチューのリバウンド王とは俺のことや。一緒にいるのは男子バスケ部のエンジ。家が近所なので小学校からの仲だ。次はジョバスの試合だろ、頑張れよ。まあソラキャプテンがいれば圧勝か。お前運動神経だけはつまどきてるもんな。だけって何よ、だけって。勉強だって赤点は取ったことないもん。それ威張れねえから。じゃあな、張り切りすぎて怪我すんなよ。もう、あら、ソラじゃない。ヒサメ、今日も汗臭く動き回ってるのね。この子はヒサメ、エンジと同じく家が近所の幼なじみだ。頭が残念な子は部活で内申点稼がなきゃいけないから大変ね。別に内申点とか関係ないよ、私はバスケが好きだからやってるんだから。そうだそうだ。それにエンジの言う通り運動神経だけが取り柄だからね。何よそれ、運動得意自慢。私のことバカにしてんの。そんなつもりは。しまった、うっかりしてた。ヒサメは常に成績上位者に入るほど勉強ができる。その上美人で男子からの人気も高いのだが、一つだけ大きな弱点がある。ヒサメじゃん。ヒサメ、壊滅的に運動音痴なのだ。ヒサメ、手と足一緒に出てるぞ。縄跳びも跳び箱も飛べず、自転車にも乗れず、体育の成績は常に1か2。生地他がハイスペックなだけに、ヒサメは自分の運動神経の悪さをかなり気にしているようで。違うよ、別にヒサメの運動神経のことを言ったわけじゃ。うるさいわね。プロになれるわけじゃあるまいし、運動なんてできたって将来何の役にも立たないんだから。あんたみたいな顔も頭も平凡な女より私の方がハイスペックだし、将来安泰なんだからね。それにエンジ君にふさわしいのは断然私なんだから。おっしゃる通りでゲス。そしてヒサメは子供の頃からエンジに片思いをしているのだ。でも当のエンジは。ねえねえねえ、エンジ君ってどんな女子がタイプ？やっぱり美人で頭のいい子とか。ああ、今はバスケに集中したいからそういうのあんま興味ないんだよな。強いてあげるなら一緒にバスケやれるぐらい運動できるやつがいいかな。そう。許さないわよ。なんか睨まれてる。そんなヒサメは私を目の敵にしていて。ああ。ソラどうしたの？私のユニフォームが。やだ、何これ、何これ、醤油。誰がこんなことを。犯人に心当たりはある？そんな心当たりなんて。これバッグの中にピンクの髪が。こっちは見た。どうしたの、何かあった？うん、何もない。こちら、もしかして犯人はヒサメ？でも証拠は何もないし、問い詰めても言い返されるだけだよね。結局ヒサメと極力関わらずに自衛するしかなかった。そんな生活も高校で進路が分かれたことで終了したと思ったが、月日は流れ大学入学。すみません、バスケットサークルに入会希望なんですが。ヒサメ、エンジも？あれ、ソラにヒサメ？なんだ、お前らもモナダイだったのか。やだ、偶然。みんな高校ではバラバラになっちゃったから再会できて嬉しい。そうだな、ソラはともかくヒサメと同じ大学になるとは思わなかったわ。もっといい大学行くと思ってた。偶然なのかな。ご近所ネットワークでエンジの進学先をリサーチして合わせたんじゃ。つかヒサメもバスケサークルに入んの？お前ボール前に投げられないのに大丈夫か？謎の権利。もう大丈夫よ、中学の頃とは違うんだから。今の私にウィークポイントなんてないのよ。まさに最速権利なんだからね。はあ、まあこれからよろしくな。大丈夫かな、主に私が。しかし実際サークル活動を始めてみると、キャー、キャーだ、ボール怖い、爪が割れちゃう。これ運動神経以前の問題だわ。エンジ目的でサークルに入ったんだろうけど、それにしたってバスケしなさすぎだしな。しかし一部の男子メンバーは美人のヒサメにメロメロになり、チヤホヤされて有頂天な彼女はさながらサークルの姫状態だった。ヒサメちゃん疲れたら座ってなよ。ヒサメちゃん、このドリンク飲めなよ。ありがとう。それだけならまあ気にしなければいいのだが。ねえ見たよ、空のあの足、筋肉つきすぎてごちごちじゃん。運動しか脳のない女って嫌ね。色気のかけらもないわ。本当だね、ヒサメちゃんとは大違いだよ。そんなの当たり前じゃない、私と比べる方がかわいそうよ。あんな女捨てた脳筋あわたわと幼馴染ってだけで恥だわ。確かに。そうだね、ヒサメちゃん。中学の時から何も変わってないな。そんなある日。なあソラ、お前ってもう車の免許持ってるんだって？うん、入学前に合宿で取ったよ。マジか、俺今教習所に通ってるんだけどさ、ちょっとコツ教えてくれね。縦列が苦手でさ。ああ、難しいよね。私も苦労した。私が教わったコツはね。ソラのやつ、またエチ君と親しげに。いいわ、私だって。その数日後。ヒサメも教習所に通い始めたの？そうなの。ねえ、エンジ君一緒に
頑張りましょうね。よかったら二人で学科試験の予習とかしない？おお、それはいいけどさ、お前運転とか大丈夫なのか？運動神経だけじゃなく反射神経もめっちゃ悪いじゃん。大丈夫よ、空にだって取れたんだから。私ならもっと余裕よ。速攻で免許取得してみせるんだから。大丈夫かな。あいつの助手席には座りたくねえな。しかし3ヶ月後、もうまた仮面落ちた。なんなのよ、なんで合格させてくれないの。ちょっと遠赤に乗り上げたり道から落ちたりポールにぶつかったり持ち引いたりしただけなのに。教習所グッジョブ。ひざめったらまた仮面落ちたの。いけげあきれみなや。エンジ君はもう免許取れたんでしょ。ああ、先週取った。そうなんだ、車は買ったの。買ったぜ。ずっと欲しかった車があってさ、貯めてたバイト代つぎ込んだ。まあ中古だけどな。えー、すごいじゃん。それもやめたら。あんたに免許は無理よ。足が必要なら下僕の男たちの車に乗ればいいじゃん。うるさいわね。ならいいわよ、私原付の免許取るから。やめてやめて。あんたたち必死すぎて息合ってないじゃない。マジでお前センスないから。絶対転ぶかぶつかるかして怪我するぞ。そうだよ、怪我じゃ済まなくなるかも。持ちどころか人引いたらどうすんの。なんでみんなして反対するのよ。人のことなんだと思ってるの。だってよ、とにかくなんと言われようと絶対原付の免許取ってスクーター買うんだから。そう宣言したヒサメは本当に原付の免許を取ってしまった。もちろんスクーターも買ったわよ。その数日後、お散歩日和だね、マナタロン。おヒサメの家、あれってもしかして買ったって言ってたスクーター？あら、そらじゃない。おヒサメ、それで。そう、買ったばかりのマイスクーターよ。さっき納車されたばっかりなの。これから初乗りに行こうと思って。そっか、でも最初はどこか広い場所で試運転してからの方がいいんじゃない。あんたまた私をバカにするの。実技講習もちゃんと受けたんだから大丈夫よ。見てなさい、私ドライビングテクニックを。ヒサメ、ギャー、これヒサメ、お前の現着。エンジ君、どうしてくれんだよこれ。やっと見つけた一台だったのに。うわ、私のせいじゃないわ、空が悪いのよ。空が避けなければシャドウに出なかったのに。何言ってんだお前、それじゃ空が引かれるじゃねえか。頭おかしいんじゃねえの。それに運転は向いてないって散々言われたろうが。ガキじゃねえんだから自分の適性ぐらい把握しろ。大体バスケする気もないのにサークルに来てずっと食べてるのもイラつくんだよ。そんな車の修理代はきっちり請求するからな。逃げんじゃねえぞ。ちなみにめっちゃ高いからな。ソラ、怪我はなかったか？私は大丈夫だけど、ヒサメのハートがブロークンだよ。その後、ヒサメの現車は廃車に。エンジの車の修理代も本当に高くついたようで、ヒサメはサークルを辞めバイト三昧な日々を送ることに。払い終わるまで話しかけるなってエンジ君に言われて。まあつまり、払い終わったら前みたいに話しかけてもいいってことじゃないの？頑張って生産して誠意を見せれば少しは見直してくれるかもよ。ソラ、ごめん。はいはい、ヒサメの長い片思いが実るのかどうかは知らねえ。